皆さん、こんにちは。劇場やライブハウスで拍手をするとき、最初はバラバラだったリズムがだんだんと揃っていくという経験をしたことはありませんか実はそんな身近な現象を説明する数理モデルがあるんです。今日は、バラバラだったリズムが揃うという現象を説明する蔵元モデルについて解説します。今日,今日話すことを 最初に簡単に紹介しておきます。まず、同期現象、つまりバラバラだったリズムが揃う現象をモデル化できる蔵元モデルについて紹介します。次に蔵元モデルの数式の意味を噛み砕いて説明します。数式は少し難しく見えるかもしれませんが、実は直感的に理解できるものなので、 安心してくださいさらに蛍の点滅を再現した蔵元モデルのシミュレーションを実際に見ていきます。最後に蔵元予想と結合定数の臨界点について触れ代表的な想定位の例も紹介します。それでは蔵元モデルとはどういうものなのか説明していきます。 山本モデルとは、リズムが揃う現象をモデル化するための数理モデルです。1975年に倉本よしき先生によって提唱されました。面白い動画があったので見てみましょう。複数のメトロノームが同じ台の上に置かれていると、最初はバラバラだったリズムが徐々に揃っていきます。これが、 典型的な同期現象の例です。蔵元モデルは。さまざまなリズムが揃う現象を。モデル化できます。例えば。コンサートなどで起こる。拍手のリズムが。自然と揃っていく現象や。蛍が集団で一斉に光る現象などです。他にも。電力系統における。発電機の周波数同期も。重要な応用例だそうです。 これが乱れると大停電につながることがあります。また、医学的には心臓の鼓動のリズムもこのモデルで表現でき、その乱れが心房細動などの疾患に関係しているそうです。ここで、ここで倉本モデルの数式を見てみましょう。この式では、θi は i 番目の振動子の位相、ωi はその振動子の角速度、 k は相互作用の強さを表す結合定数、そして n は振動子の数を表しています。一見複雑に見えるかもしれませんが、この式が表す意味は実はシンプルです。ここで特に重要なのは右辺の第二項です。この式を理解するために θi を自分の拍手のリズム、θj を 他の人の拍手のリズムだと考えてみましょう。この項は自分と他のみんなのリズムのズレの相和を取った後、振動子の数で割っています。つまり、自分と他のみんなのリズムのズレの平均を表しているんです。結合定数 K が大きいほど、このズレを修正する力が強くなり、結果として、 リズムが揃いやすくなります。都合定数、K についてもう少し詳しく説明します。K が大きいほどリズムは揃いやすくなります。逆に K が小さいとそれぞれが自分のリズムを維持しようとするためリズムは揃いにくくなります。博士の例で言えば K は どれだけ他の人の拍手のリズムを意識して合わせようとするかという意識の強さを数値化したものと考えられます。K が0の場合は相手の拍手のリズムを全く意識せず自分のリズムだけを維持しようとする状態です。この後のシミュレーションで実際に K の値によって どのように挙動が変わるか見ていきましょうもう一度蔵元モデルの式を見てみましょうこの式は自分のリズムの変化率が自分の自然なリズムと他の人とのリズムのずれの平均によって決まることを示しています結合定数 K が0の時は、右辺第2項が消えるので、自分のリズムの速さ、オメガ I で、いつまでも動き続けます。K が大きくなるほど、他の人とのリズムのずれが、自分のリズムの変化率に影響を与えるようになります。 ここからは、ここからは倉本モデルのシミュレーションを見ていきましょう。GitHub に倉本モデルのシミュレーションのコードを公開してくれている方がいたので、そのコードを少し改変して遊んでみました。興味のある方は、スライドに表示されている URL からアクセスできます。このコードを使って、ホタルの点滅のリズムが揃う様子をシミュレーションしてみました。 結合定数 k の値を変えながら、どのような違いが出るかを見ていきましょう。結合定数 k が2の場合です。時間の経過とともに、徐々にリズムが揃っていくことがわかります。最初はバラバラだった点滅のタイミングが少しずつ同期していき、最終的にはほぼ完全に揃います。次に、 K が5の場合です。結合定数が大きくなるとリズムがすぐに揃うことがわかります。K が2の時よりもはるかに早く動機が起こっています。これは他のホタルのリズムに合わせようとする力が強いためです。対照的に K が0の場合はどうでしょうか 結合定数が0の時つまり他のホタルのリズムを全く気にしない時はいつまでもリズムは揃いませんそれぞれが自分の固有のリズムを維持し続けるためいつまでもリズムはバラバラのままですここで興味深い現象があります K が1.59の時と1.6の時で システムの振る舞いが大きく変わります。K が1.59の場合、いくら時間が経過してもリズムが揃いません。一方、K が1.6の場合は、時間はかかりますが、最終的にリズムが揃います。わずか0.01の差ですが、システムの振る舞いが劇的に変化しています。 これは何を意味するのでしょうかこの振る舞いの違いを考えるために、ここからは蔵元予想と想定位について説明します。倉本予想とは結合定数が臨界点形式を超えると急激にリズムが揃うようになるという予想です。これは温度が0度で水が急に氷になるようなイメージです。 臨界点を境にシステムの性質が大きく変化します。臨界点 KC はこのような式で表されます。ここで Gω は角速度の分布関数、G0 は ω イコール0の時の分布関数の値です。今回のシミュレーションでは、作速度の分布関数として、平均0、標準偏差1の 標準正規分布を使用しています標準正規分布の式を使って臨界点を計算していきます。点同士の全体の平均的な角速度は0になります。これを平均場の周波数と呼びます。計全体の分布を G0 で 代表でできるとということです標準正規分布の場合、G0 はルート 2π 分の1となります。標準正規分布の式を使って、臨界点を計算していきます。先ほどの式にこの値を代入して計算すると、KC の値は、 およそ1.596となります。これで、なぜ K が1.6の時はリズムが揃い、K が1.59の時はリズムが揃わなかったのかが説明できます。1.6は臨回転をギリギリ超えているので、リズムが揃います。一方、1.59は臨回転を下回っているので、リズムは揃いません。このように臨回転を超えると、 急激に性質が変化する現象を相転移と呼びます。相転移は様々な物理現象で現れます。例えば、水が温度0度で氷になる現象や100度で蒸発する現象は相転移の典型例です。また、磁石が高温で磁性を失う現象も相転移の一種です。さらに、壮大なスケールでは、宇宙の始まりも真空の相転移として説明されることがあります。 最後に、蔵元モデルと蔵元予想の歴史について少し触れておきます。蔵元モデルは1975年に継承され、1984年に蔵元予想が定式化されました。そしてこの予想は2012年に当時九州大学の千葉隼人先生によって証明されました。この画像は千葉先生のツイッターから引用しました。 とってもチャーミングですね。今日のお話をまとめます。イズムが揃う様々な現象を、倉本モデルによって説明できることを見てきました。結合定数 K は、周りとのリズムがずれているのを合わせようとする作用の強さを表しています。そして、結合定数が臨界点を超えると、急激にイズムが揃うようになります。 これが蔵元予想であり2012年に証明されました蔵元モデルは代表的な想定位現象のモデルとしてさまざまな分野で応用されています特殊のリズムが揃うというとても身近な現象が数理モデルで表されその数学的に厳密な証明が2012年 という比較的最近になって与えられたという事実や水が温度0度で氷になるような現象を代表例とする想定位は非常に身近な現象でありながら分かっていないことが多く残されている現象です。蔵元モデルや想定位現象は物理の奥深さを物語るとても 素晴らしいい例だと思いますこれからもこのチャンネルでは科学や技術の面白さを伝える動画をお届けしようと思っています。それでは皆さん次回の動画までごきげんよう。